いや、私の名前は聖徳太子に呪われた成人男性だ。先日作ったゆで卵の塩昆布漬け、あれがとても美味しかったんですね。卵じゃなくて別のものをね、塩昆布で染み込ませようと思います。まず用意するのは塩昆布だ。だったらサーモンだ。サーモンはね、塩昆布間違いなく合うからね。モッツァレラだ。チーズをね、つけたことねえなーと思ったんで、ちょっとこいつもちょっとつけていきたいと思います。いやー、これ絶対美味しいやつ。あ、繋がっとるわ。え、めっちゃ繋がっとるわ。あー、鼻出る。あー、まな板がちっちゃい。またあ、これ玉ねぎの量多いかも、これ。あー、やばい、遅いかな、もう。やべえ、これ普通にハンバーグで作るような玉ねぎやわ、これ。ちょっと急遽卵をつけとこう。ファンからいただいたこのエッグスチーマー、これ嬉しい。卵をセット。玉ねぎ、玉ねぎ入れたら塩昆布を入れる。昆布ソムリエの塩昆布を入れてみようか。あ、匂い嗅ごうと思ったらこれハーツパとかやった。あー、めっちゃいい香り。ごま油投入、キューイン、漬け込むと。今度はモッツァレラを、塩昆布につけてと。そしてここにもごま油。死ぬのと。うん、なんかなった。早くない？とりあえずこっち。お湯張りをします。お風呂の栓はしましたか？雑音が多い。こっちはめんつゆ入れてみようと思う。それじゃあこっちはね、めんつゆをにつけたモッツァレラ、こっちは塩昆布とごま油のモッツァレラ、あの普通のサーモン、一晩漬け込んでいきたいと思います。それじゃあおやすみ。これマジ熱い、マジでこれが熱いって。一晩後。さーて、しみじみにしみちゃったかな。こいつらに欠かせないのがやっぱりあいつのメインだよね。ライス、くるくるくれラップ、くる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 、アスカムカタック、レンジでチンだ。いや、いい感じに染みてんじゃないこれ。3、2、1、チン。うん、いいぬくもりを。このサーモンをかけちゃうぞ。おお、これは絶対おいしい。あー、これ絶対おいしいやつやわ。見て、サーモンがトロみたいに美味しそう。トロ、トロ、美味しそうだろう。そしてここにチーズ。はい、完成。しみしみのしみちゃん丼です。卵を割ろうか。ふん、硬いわ。ちょっと硬ゆでやったわ。それじゃあ食べていくぞ。はい、いくぞ。いただきます。うん、サーモンがトロなってる、これ。うめえ。これも塩昆布の宝石箱や。どういうこと？これはもうビール5本いけるわ。うまいわ。はい、接触。